これから雨の天候になっておりますが、どうぞ楽しみにしておりますが、この時期、僕が目指す禁止車乗りのレースが、レースとなっております。また風もやれ、天候のコンディションでのレースとなっております。東京を目指して頑張ってください。先頭は立命館大学の辻村君、昨日の 1500m 競走のチャンピオン、1周目は68秒。
関西学院大学の小島君、まもなく 2000m の通過です。5分48秒、この間2分54秒、小島君は昨日 3000m 障害のチャンピオンです。その後ろには武蔵野学院大学の藤井君、先頭は
山形実業高校担当君、続いて森川君、そして熊橋君、14分43秒82、8着
以上で、私、予選勉強のところ